はい、では今 F シャープマイナー7フラット5から B7 に行く、はい、それでいろいろ行って C シャープマイナー7フラット5とかまで出てくる難しいやつを質問されたので説明します。まず F シャープマイナー7フラット5、ね、これの薬指の先端と人差し指の先端が次にどこかにどこに行くかをイメージしといてすり足で行ってうまいです。でそれを E マイナーにするには甘いか、いいね。そう、逆順も練習速度いいよね。そうね、これはこの B7 の中指と薬指を回転させながら右にずらす。直線でずらさないで回転してずらす。回転してずらすと人差し指が下がるから、で中指をかぶせて E マイナー7にします。で C C C で C シャープマイナー7フラットマイナーで、で、そして B7 にすればいいね。なんかうますぎる。教えなくてもできたんじゃないかってぐらいうまいな。不思議だな。イエーイ。ハイタッチはダメです。